宇宙人の博士が突然眉にこもって2週間になる。なんでも博士の種族は1万歳を迎えると妖精を終えて眉の中でさなぎになり、成虫になる準備を始めるのだそうだ。ってことはつまり博士はこれまで幼虫だったってこと？あれ？ガレージからギターの音が聞こえる。誰が弾いてるんだろう？君、ここから先は山猫冒険団の団員しか入れないよ。ああ、マリアさん、僕です、C1 ですよ。証拠がない、団員証を見せなさい。はい、これ。団員番号5番、新一か。よろしい。そこの猫、君、団員証は？首にぶら下げていたか。団員番号4番、ピートだな。よし、通りなさい。ピートの方が団員番号が若いなんて納得できませんよ。三菱自動車、ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブ・ユア・アンビション三菱自動車がお送りします。今ギターの音が。おお、カオルさんも役所さんもエレキギターを持ってる。新一さんもガレージバンド一緒にやりましょうよ。ガレージバンド？1960年代、アメリカの若者はエレキギターとアンプを手に入れ、自宅のガレージで演奏を始めました。私たちもせっかくこんなガレージが自由に使えるんだから、バンドを作らない手はないと思いまして。おお、役所さん詳しいですね。ええ、やんちゃの歴史にはちょっと。バンドの名前は山猫楽団。私はリードギターのカオル。私はベースの役所。マリアさんはドラム担当ですけど、自分は練習する必要がないからといって勝手にセキュリティを担当してます。ああ、それで外に。で、僕は新一さんはリズムギターをお願いします。リズムギターって軽音のアズニャンこと中野あずさが担当してたパートですね。せめてローリングストーンズのキース・リチャーズと言ってください。ギターなんて一度も弾いたことないけど、僕できるかな。そのために誰もが知る超有名な大物ギタリストを先生としてお招きしてあります。もしかしてだけど、もしかしてだけど、こんにちは、ドブロックの森慎太郎です。うわ、ドブロックでいつもギターを弾いてる人じゃないですか。うちの昔からの知り合いなんですよ。あ、はじめまして、新一です。森さん、この新一さんにギターのいろはを教えてあげてもらえませんか？お任せください。あの、森さん、新一と言います。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。お願いします、むっつりつけべの森です。よろしくお願いします。でも、あの、森さんが、はい、ドブロックのネタで、はい、ギターを弾かれてるじゃないですか。はい。あれ、ギターっていうのはもともとやられてたんですか？いや、実はギター全く経験者じゃなくて。え、まだギター歴は6年ぐらいなんですよ。え、じゃあ本当にそのネタをやられるぐらいのタイミングってことですか？そうですね、もうネタきっかけでギターを弾き始めるようになりました。あ、そうなんですね。そうなんですよ。もともとその森さんが弾かれてるのはアコースティックギターですよね。そうですね、アコースティックギターです。はい。なんていうギターなんですか？今日持ってきてるのはマーチンの D-18 というモデルです。マーチンの D-18。 はい。あの、僕本当にギターわからないんですけど、はい、こうすごく有名なブランドなんですか？そうですね、アコースティックギターの中ではもう本当に超ビッグネームというか大手ですね。それこそそのフェンダーとか、はい、ギブソンとかっていうのはなんかエレキギターの方は聞いたことがあるんですけど。そうですね、はい、そういう感じの、はい、アコギといえばマーチンみたいな感じですね。それぐらいアコギの代名詞的なエリック・クラプトンさんだったりとか、そういうもう大物ミュージシャンが愛用してる、そんなメーカーですね。はい。なるほど。でも形から入ってます。でもなんかこうギターを始めた時に、例えばこのフレーズ弾けるとちょっとかっこいいなとか、あ、まずはこれを弾けるように目指そうみたいな、はい、そのコードだったりなんかワンフレーズってあったりするんですか？あ、そうですね、大体よく言われるのが F と B、 要するにあのコードはあのドレミファソラシドが C から始まるんですよ。 CDEFGAB っていうのが音階なんですけども。それも知らなかった、はい、その中でF っていうコードと B っていうコードで大体一度挫折をするんですよね。あ、それって実際今、はい、できます。弾けたりします。はい。
じゃあ一個ずつ行きます、はい、C はこうです、はい、で D が、うん、はい、E がで F が、うん、あ、急に変わりますね。そうです。今まで3本の指でできてたのが、そうです、3本の指をあの1本ずつ弦を押さえるっていうことだけであの解決できてたんですけども、うん、F からは、うん、人差し指をあの弦、その張ってる弦全部にかけるっていうことをしなきゃいけなくなるんですよ。あ、これが抑えられなくてですね、これが要するに抑えられなかったらこうならないんですよ、うん、ちゃんと抑えてないと。だから例えば C、D、E まで行って F だけこうなっちゃうんですよ、大体。そこはやっぱ難しいですね、はい、難所というか、うーん、はい、F だけならないんですよね、はい、結構時間かかりました、森さんも。その時間かかりました、F がならなくて、はい、ちなみに綺麗な F ってどんな音のか聞けますか。綺麗な F がこれなんですよ。で、ならなかった F がこういうやつとか、ちょっとかすれちゃってる、こうなんですよ。はー、え、難しいのは F ともう一個ある、はい、F が行って、はい、その後は G ですね、うん、FG で、こっから A、はい、で、B がこうなんですよ。 B もまた人差し指で全弦を押さえるんです、はいはい、押さえるんです。で、最後の C に戻ってくるっていうやつで、はい、じゃあこの F と B がやっぱり難しい、はい、そうですね。で、F と B だと頻度的には多分 F の方がやっぱ多いんで、だいたいやっぱ F、うん、がつまずきますよね、うん、ここで例えばもうなんかやめちゃったりとか、はい、うわ、もう難しいなっていう風になっちゃう人もやっぱりいるものですか、ね、いや、結構聞きますね、 F で挫折しましたっていうのは。あ、はい、そうなんですね。これアコースティックギターとエレキギターだとまた弾きやすさっていうのは違うものですか。そうですね、あのエレキギターの方が弾きやすいんですね。エレキギターの方が多分そんなに力がいらないというか、弦が細いですし、弦高って言いまして、このギターの弦が張っているネックですね、うん、この手を持つところの、はい、このネックと弦の張ってる間の隙間がすごく狭いんですよね。要するに弦が離れてるんですね、アコースティックは。だからそうすると上から結構力を加えて押さえない限り、はい、弦がならないんですよね。そっか、ギューッとやらないギューッとやらないとならない。でもエレキは弦が柔らかあの細いですし、すごいその弦高が低いんで軽い力で押さえられるんですよ。ちょっとこう添えるような感じ、はい、添えるぐらいで弾けるようになってるんですね。はい、だからあのエレキギターの方がこのネックをすごくこう行ったり来たりしてません、あ、上下あのギタリストの方って あれってでも結構やっぱ力がいらないで、こうスムーズにファファファ行きやすいんですよ、ね、やりやすさっていうことなんですね、はい、アコギだとああいう風にはいかないんで、はい、なんかこれを弾けたらちょっとこうかっこよく見えるとか、はい、あいつなんかできるなって見えるような、はい、なんかフレーズみたいなのあったりするんですか、ね、あ、それでだからアコースティックでその F とか B とかのこれハイコードって言うんですけど、うん、このハイコードがこう織り交ざったその名曲が福山雅治さんのハローっていう曲が、これがもう行ったり来たりするんですよ。難しいっていうことですよね、はい、だからもう、はい、だから僕ギター始めてその F がつまずいてからこの曲をいつか弾けるんだろうっていう、なんか僕の課題曲にしてました。これはもともとその福山雅治さんのハローっていう曲がお好きで知ってたってことなんですか。そうです、知ってて、やっぱりあのギター弾けるようになると知ってる曲ギターで弾いてみたいとかなるじゃないですか、うん、はい、その時にこう同じようにハローにもコードを当ててみようと思ったら、これ F 出てくる、 B も出てくるやつだってなって、すごい難しさに気づいたんですね。気づいてるんですね、はい、あれを福山雅治さんはあんな涼しい顔して弾いてたと思ったら、おい、もっと福山さんがかっこいいと思いになっちゃって、はい、確かに。でもそれはギターを知ってる人じゃないとわからない部分ですよね、はい、そうですよね。なんかそれがありましたね。実際にその曲って聴けたりしますか、はい、いいですか。じゃあちょっと、はい、あ、嬉しい、はい、じゃあそれでは行きましょう。それはわかってる。25時の電話のベル、土曜日の仕事、こんなはずじゃないさ。それも
分かってる。ため息で塗り替えられた週末の予定。ガラスの夜空、君を映す時、叶わぬ夢数えて眠れない夜。恋が走り出したら誰も知らない、ときめき抱きしめて君と笑顔つかまえるのさ。きっときっときっと、ありがとうございます。すごい、ありがとうございました。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。いらっしゃいませ。あ、伊月様、いかがでした？ダメでした。あ、さようでございますか。奥様はなんと？はい、大きくて運転が心配と。あ、それは誤解なんですけどね。そう、教えていただいた通りに説明してみたんですよ。新しくなったデリカ D5 は見切りが良くて運転しやすい、しかも運転に不慣れな女性でも安心なアシスト機能もいっぱいついてるって。なのにそうなんです。その上、新しいデリカはどこに行っても注目されるくらいおしゃれな外観、内装だって以前より相当上質になりました。そうでしたよね。はい、そして何より走りです。山道雪道何のその、家族揃っていろんな冒険に出かけられるのが何よりの魅力かと。いつき様はご家族にいろんな景色を見せたいと。そうだ、俺がデリカを欲しいのは家族のためなんだ。それでもう一度説得してみます。はい、頑張ってください。買うまでの道のりも楽しみの一つです。新しくなった三菱デリカ D5、 お近くの三菱のお店へ。分かってくれました。来週家族で行きますね。お待ちしております。ハンドルを切る、思い描いた通りに車が曲線を描いていく。心地よい重力が体を包み、また次のカーブが楽しみになる。まっすぐな道なんてつまらない。三菱エクリプスクロス。みんなちゃんと練習してるわね。マリアさんはいいんですか？私はロボットだから練習なしでもマシンより正確に叩けるわ。確かに。新一はギターを弾くのは初めて？ええ。だったら練習前にエレキギターの歴史を学びに行きましょう。ペンリカーは私が操縦するわ。エレキギターの歴史なんてずいぶんマニアックなところを攻めますね。ゆうべ AI で読み取ったんだけど、ギター4000年の歴史より電気ギター90年の歴史の方が派手で面白いのよ。森さん、ちょっと新一を借りるわね。どうぞどうぞ。じゃあ新一、行くわよ。ピート、おいで。準備はいい？それではエレキギターの歴史をめぐる旅に。 Here we go!Never plan to motor west. Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.ヤシの木が植えられた庭付きの家が並んでいますね。どこです、ここは？アメリカ、ロサンゼルスのハリウッドよ。時代は1929年。目の前のガレージの中で2人の若者が作業していますよ。どんな時代のどんな言語も翻訳してくれる都合のいい装置をつけてついてきて。はい。ジョージ、アドルフ、こんにちは。やあマリア、相変わらず綺麗だね。今日は博士は一緒じゃないのかい？ええ、代わりに夫を連れてきたわ。君がマリアの旦那さん？そりゃ羨ましい。ああ、どうも、新一です。はじめまして。ギタリストのジョージ・ビーチャムだ。よろしく。僕はアドルフ・リッケンバッカー。
ジョージと一緒にリゾネーターギターを開発した機械工だ。何です？リゾネーターギターって。ギターの真ん中の穴の上に円形のアルミ板を貼って音を大きくしたギターだよ。でもそれじゃ足りなくて、電気の力でさらに音を大きくしようと思ってね、穴にマイクを突っ込んだりしてみたんだけど、うまくいかなくてさ。それでジョージがレコード針の動きを電気信号に変える蓄音機のピックアップに注目して、弦の振動を電気信号に変えるギター用ピックアップを発明したんだ。で、その信号をラジオ用真空管アンプで増幅してスピーカーに流してみた。つまり電気ギターってわけだ。これがその第一号、名付けてフライングパン。バンジョーみたいな形だな。膝の上に横に乗せて弾くんだ。ちょっと音を聞いてみてくれ。あ、ハワイアンっぽいですね。そりゃそうさ、僕はハワイアンのギタリストだからね。今この国は空前のハワイアンブームだから、このギターにはきっと需要があるはずだよ。20世紀初めのアメリカはハワイアンブームだったのか。私たちは先を急ぐので、そろそろ失礼するわ。ぜひまた寄ってくれ。マリアさん、顔が広いんですね。博士とあらゆる時代を回ったから。あのフライングパンは売れたんですか？1932年に発売されて、3年で1288セット売ったそうよ。当時としては大成功ね。あの二人はギター界では有名人なんですか？ギター用ピックアップを発明したビーチャムは忘れられてしまったけど、リッケンバッカーの方は自分の名前をつけたギター会社を起こし、世界的に有名になったわ。そうなんだ。では次は1939年の同じロサンゼルスよ。してる。ここは1939年のロサンゼルスのナイトクラブ、ビクター・ユーゴーズ。演奏しているバンドはこの時代の人気ナンバーワンのポップスター、ベニー・グッドマン楽団よ。バンドリーダーが引き上げてきた。舞台袖でギターを抱えたアフリカ系の若い男が待ち構えていますね。ま、見ていて。君、うちの楽団に入りたいんだって？名前は？はい、チャーリー・クリスチャンです。年は？22です。君の持ってるそのギターはアコースティックかい？ギブソン ES150 です。アコースティックギターと同じ中が空洞のホローボディのギターにピックアップをつけた電気ギターです。何か弾いてみてくれ。はい。おお、君採用。チャーリー・クリスチャンはその後ベニー・グッドマン楽団で大活躍し、電気ギターを普及させ、ギターの歴史を変えるの。残念ながら25歳の若さで亡くなってしまうんだけど。あの、ギブソン ES150 というギターは有名なんですか？19世紀からマンドリンを作っていたミシガン州のギブソン社が作った電気ギターよ。ピックアップがビーチャムのより性能が良かったから人気になったの。そうなんだ。では次はこれからさらに12年後の1951年に行くわよ。1951年のカリフォルニア州フラートンの町に到着。目の前にトタン張りの建物がありますよ。中に入りましょう。参ったな。参ったね。レオ、ジョージ、二人で何を参ってるのよ。マリアじゃないか。久しぶり。何があったの？うちのブロードキャスターにライバルのグリッチ社が商標権の侵害だとクレームをつけてきたんだよ。ブロードキャスター？これさ、僕らが開発したソリッドボディの電気ギターだよ。これまでの中が空洞のホローボディより一枚板のソリッドボディのギターの方が音が伸びることに気づいてね。ピックアップはシングルコイル、ネックとボディの接続は4本のボルト、ヘッドは6本の糸巻きを全部片側に集めて並べてある。専門家はボルト止めなんて工業製品じゃあるまいしって笑ってたけど、僕らの狙いはまさに工業製品なんだ。これで電気ギターは格段に値段が安く、修理も簡単になり、貧しいミュージシャンでも買えるようになるよ。ところが
商売が軌道に乗り始めた矢先にこのクレームさ。何かブロードキャスターに代わるいい名前を考えなきゃな。これからはテレビの時代でしょ。ブロードキャスターよりテレキャスターの方が良くない？おお、そりゃあいい。今年はテレビの全国放送が始まって3年目、500万台も売れたそうだからね。宇宙時代でもあるから、次に出すギターは成層圏を意味するストラストフィアにちなんでストラトキャスターにするといいわ。ああ、天才だ。私はこれで失礼するわね。マリア、素敵な名前をありがとう。マリアさん、今の二人は？エレキギターメーカーフェンダー社の創業者レオ・フェンダーと仲間のジョージ・フラートンよ。テレキャスターっていうギターはそんなに画期的だったんですか？安い上にあらゆる音楽に適合したので爆発的に売れたわ。そうなんだ。フェンダー社はこの3年後、形をより流線形にしてフィット感を増したストラトキャスターを発表するの。さあ、さらに11年後の1962年に飛ぶわよ。テレビのスタジオだ。バンドの前でギタリストが派手な色のエレキギターを演奏してる。あれはディック・デイルというサーファーのギタリスト。彼が弾いているのがストラトキャスターよ。カラフルなギターですね。出番が終わったみたい。話を聞いてみましょう。ディック、演奏良かったわ。いやあ、マリア、ありがとう。カラフルなギターですね。フェンダーはデュポンのデュコという派手な自動車用の塗料でギターを塗ったんだ。14色もあるんだぜ。素敵。学校の授業で使う楽器はオルガンもバイオリンもみんな茶色だろ。それに比べてエレキギターはこんなにカラフルだ。エレキギターは色を得て自由な音楽の象徴になったんだ。ディック、邪魔したわね。また来るわ。ああ、マリア、また。ディック・デイルはエレキギターを使ってサーフィンや派手な車や水着の女の子をイメージしたサーフミュージックというコンセプトを打ち出し、そこから派生してベンチャーズやビーチボーイズが生まれたの。なるほど。サーフミュージックが下火になるにつれてストラトキャスターも売れなくなるんだけど、1969年、ウッドストックの会場でジミ・ヘンドリックスがストラトキャスターでアメリカ国歌を演奏して話題になってからまた盛り返すのよ。これこれ。そうなんだ。ではフェンダー社のライバルのギブソン社がどうなっていたかを見に、時代をちょっと巻き戻して1958年のアメリカ中部ミシガン州のギブソン本社に行ってみましょう。あ、なんか会議中みたいですね。おい、最近西海岸のフェンダー社に押されっぱなしじゃないか。今怒っているのがギブソン社社長のテッド・マッカーティーよ。社長、フェンダーをしのぐソリッドボディのギターを開発しました。ご覧ください、これが我が社の秘密兵器、レスポールスタンダードです。やけに地味な形だな。見た目は地味でも性能は素晴らしいですよ。ピックアップはノイズを消して音をより大きくできるハムバッカー、ボディはマホガニー材で、我が社伝統の木工技術を生かし、ネックもありつぎの技法で取り付けてあります。音色はどうなんだ？フェンダーのストラトキャスターのチャラチャラした音とは対照的に甘美で温かく、ベース音は重厚です。よし、うちはこの大人っぽいギターで勝負しよう。あのレスポールスタンダードはテレキャスター、ストラトキャスターと並んで今も語り継がれるエレキギターの伝説の名器よ。どんな曲で使われたんですか？1966年にエリック・クラプトンがジョン・メイ・オール&ザ・ブルース・ブレイカーズ・イズ・エリック・クラプトンというアルバムで使ったのが有名ね。サンタナのこの曲もそうよ。では最後に
1964年2月9日のニューヨーク53丁目の CBS スタジオに行ってみましょう。ビートルズですね。そう、この夜ビートルズが出演した人気番組エド・サリバンショーの視聴率が 72% と言われているわ。一番前で演奏してるのがジョン・レノンですね。彼が弾いてるギターは最初に会ったアドルフ・リッケンバッカーが作った会社のリッケンバッカー325よ。リッケンバッカーはここに繋がるのか。ビートルズの演奏をテレビで見たアメリカのティーンは音楽を聴いたり踊ったりすることより自分で演奏することの方がかっこいいと思うようになり、自宅のガレージでバンドを組み始めたの。ガレージバンドはこの夜のビートルズの演奏をきっかけに生まれたわけですね。そしてそこからロックが爆発的に普及したのよ。ではそろそろ現代に戻ってギターの勉強を続けましょう。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。今日のドライブどこが一番楽しかった？そうだな、超絶景の展望台、肉途中に通った雄大な山の中腹にあった綺麗な並木道の最後にあったあの三連カーブかな。わかるわ。あとあれも良かったわよ、一面に広がる花畑のすぐそばにあったおしゃれな道の駅の店員さんに教えてもらったドライブコースの序盤にあったあの急カーブ。ああ、あそこか。確かにあそこも良かったよな。まっすぐな道なんてつまらない。三菱エクリプスクロス。ミッション、上質な走りを実現せよ。静粛性を向上せよ。環境性能を向上させろ。デリカらしさを継承せよ。不可能を超えていく車を私たちはデリカと呼んでいる。三菱ニューデリカ D5 誕生。2つのニューデリカ誕生。走りからデザインまで上質に磨き上げられたニューデリカ D5 か。洗練のこだわりを貫くエアロフォルムをまとったデリカ D5 アーバンギアか。決めるのはあなた。三菱ニューデリカ D5、 そしてアーバンギア誕生。都内の某スタジオに来たわ。やあマリアさん。鈴木さん久しぶり。新一、こちらは元ハッピーエンドティンパンアレイのギタリストで数々のミュージシャンと共演してきた鈴木しげるさんよ。新一と言います。はじめまして。鈴木しげるです、よろしく。鈴木さん、この新一にエレキギターのことを教えてやってください。はい、いいですよ。あの、鈴木さん、新一と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのギターに関して本当に初心者なんですが。そうですか、はい、お願いいたします。こちらこそ。あの、今鈴木さんが持っていらっしゃるギターっていうのは、はい、なんていうギターなんですか？これはね、ギブソンのファイヤーバードっていうギターですね。ギブソンのファイヤーバード。そうです。いつ頃から使ってらっしゃるギターなんですか？これはね、69年か70年ぐらい、あのハッピーエンドの風待ちロマンっていうアルバムのレコーディングする前の年に買ったんですよ、はい。じゃあその頃は本当にこのギターをお使いになられてレコーディングをされてらっしゃったんですか？そうですよ。もうその僕が最初に、2番目に買ったギターなんですよ、これ。あ、2番目なんですね、はい。一番最初はエルクという日本のメーカーの会社なんですけどね、はい。これはもうね、本当に大変なアルバイト、辛い思いをしてお金を貯めてそれでエルクを買ったんですよ。でそれでハッピーエンドっていうバンドに入ってから初めて外国製のギターを買ったっていうことなんですけどね。ギブソン、もう憧れのフェンダーとかギブソンって当時ね、今でもそうだけど憧れのギターなんで、とっても嬉しかったですよね。でもそれからもう何十年もギターを使ってらっしゃるんですもんね。そうなんですよ。もう楽器って長持ちするから、でもやっぱりそれだけこう長く使い続けてらっしゃるぐらいやっぱりお好きなギター、好きですね、このギターは、はい。あのもしよかったらその音って今聞かせて、いいですか？お願いします、はい。
じゃあね、このギターにはこうアームっていうのがついててね、ですかね。うわ、ありがとうございます。いいえ、やっぱり生で聞くとすごい素敵ですね。あ、いいですよこの音はね。いや、すごいなんか贅沢な気持ちになります。ありがとうございます。はい、そんな鈴木さんにその、うん、お聞きするのは大変おこがましいんですけども、僕実は仲間とバンドを組もうっていう話をしてまして、いいね、ありがとうございます。サイドギターをやれって言われてて、ギターをやったこともないんですけれども、はい、なんかこう、初心者に向けたアドバイスであったり、アドバイスか、僕がね、はい、一番最初にね覚えた曲っていうのはね、はい、ベンチャーズっていうでしょ。あ、はい、うん、友達の家に遊びに行った時に友達がそのギター持っていて部屋にあったわけで、ちょっと弾かせてくれるって言って弾かせてもらって、はい、でどうやって弾けばいいのって教えてくれたのが、こういう、おね、この曲はパイプラインっていう曲ですね。パイプライン、はい、これ弾きたいです。弾きたいですか。これがまず弾けるようになりたい。これをこうやって弾けばいいんですよ。その見てる感じだとそんなに難しくない。難しくないでしょ。指をで一つ弾けるようになると、はい、やる気が出るんですよ人間って。だからいきなり難しいのをやろうとすると失敗するけど。そうです。まずはその自分のできるぐらいの目標。そうそう、これだったら弾けそうだなっていうのを選んで。あ、うん、それがいいと思いますよ。ちなみに鈴木さんはこう、はい、今のフレーズを最初こう弾いて、そこからどんどんこうギターにはまっていったんですか。そう、あそこ今のあれがスタートラインそうなんですよ。なんかギターってやっぱすごく難しいイメージもあるので、例えば途中でちょっと挫折したりとか、なんかF が抑えづらいとかってなんか言うじゃないですか、そういうことって鈴木さんの中でもあったりして。いや今でも抑えづらいね F がね今でもですか。いや本当に、だからそれをこう補う方法を見つけるっていうか、それか弾かないとかすごいはっきりしてる、とにかく弾けないものを弾こうと思ってもね、なかなか難しいので。あとはギターってこう指先にタコができないと痛くて痛くてね、骨が押さえるのが押さえる、もう鉄のピアノ線でしょ細い、これをキュン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 こうチョーキングって言ってね、持ち上げたりするともう涙が出てきて本当に痛くて。今でもやっぱり鈴木さんも痛くなることまだありますよ。あるんですね。でこれが2週間3週間引かないでいると、この皮膚の硬くなった部分が元のなんか柔らかい皮膚に変わっちゃうんですよ、タコが取れて。でそうするともうね涙が出てくるんですよね、痛くて。また引くときに痛くなるという、痛いんですよ。でそれでもほら仕事だとやらないといけないでしょそれでキュン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 やってたら、この間ねなんかもう血まめができちゃってね、でさすがにもう悪いけど今日勘弁してくださいって言ったんですよ、で、そこで2週間ぐらいしてまめができてからまたリベンジして、なんか鈴木さんでもそういうことってまだあるんですね。あるんですよ本当に大変ですよね。あの
鈴木さんの、はい、今すごいギターを聴かせていただいたんですけど、うん、実際もっと長く生で聴けたりとか、うん、例えば見れる何か今後の、うん、ありますよ。もう素晴らしい指摘ですね。4月の26日に渋谷のマウントレイニアホールプレジャープレジャーっていうところでソロライブをやりますからね、はい、チケットはまだ少しありますよ。ぜひいらしてください。もうすぐですね。もうすぐなんです。これなんかたっぷり聴ける感じがして、たっぷりも僕のハッピーエンド時代の曲もやるし、でその後バンドワゴンというアルバムの45周年にあたるんですよね今年が。そのバンドワゴンもフルに9曲やろうと、でさらにそれ以外の曲も少しやって、もうたっぷり楽しめるライブなのでぜひいらしてほしいです。ぜひあのバンド組むあメンバー連れて、ぜひいらしてくださいよ、はい、あの最後になんですけど、はい、ドライブにドライブ、ね、おすすめの鈴木さんの曲って何かありますか？僕の曲だったらあの砂の女という曲があるんですけどね。これ、先ほど言ったバンドワゴンというアルバムのオープニング曲ですね、はい、割と明るくてリズミックな曲なんで気分よくドライブできると思うのでぜひ聴いてください。聴いてみます。続いて東京都新宿区新大久保の黒沢楽器日本総本店に来たわ。マリアさん、お待ちしてました。新一、こちらは黒沢楽器の野瀬海太さんよ。野瀬さん、この新一にエレキギターについていろいろ教えてやってくださる？はい、お任せください。このお店にもエレキギターってすごくたくさんいろんな種類があるんじゃないですか？ありますね、売るほどありますよこれ単純にこう何か違いみたいなのってのあるんですかね？違い、はい、まず見た目が違いますよね、うん、でこの見た目の違いっていうのが実は一番大事だったりするんですよ。これ一番大事なんですか？ギターを始める動機っていうのは大体もうみんな下心があって、特に我々の世代なんかモテたいからとか、自分が持ってかっこいい楽器ってどれだろう、まあ、そういう基準で選んでもらうのが実は一番純粋で良かったり自分に合う楽器が選べたりする一つのコツなんですよね。じゃないとやっぱ気持ちが乗ってきませんからね。それをまずストラップかけて弾けないうちから鏡の前でジャカジャカかき鳴らすっていうのがもう一番最初の入り口ですねそっか、そこが入り口なんですね。そうです、難しく考えない方がいいんですよね。そこの入り口をこう通った後はやっぱり楽器の音の違いっていうのも出てくるんですか？出てきますね。どういう違いになってるんですか？エレキギターっていうのはアンプに通さないと音が出ない楽器なんですけども、そのアンプに通してない段階でどれぐらい生音が鳴るか、楽器木材がどれぐらい響いてくれるのかなんていうのが一つのポイントになってきます。やっぱりセッティングがちゃんとされてない、組み込みがきちんとなされてないエレキギターっていうのはそんなに生の音が鳴りにくいんですよね。エレキギターなのにその生の音が出るかどうかが大事になってくるんですか？大事になってきます。エレキギターにそのものにピックアップっていうマイクがついてるんですけども、そのマイクが弦の振動を拾ってくれる、振動が大きければ大きいほどピュアな音が再生しやすいっていうことになるので、エレキギターは生音が大きい方がいいって俗に言われてます。
じゃあ大きい音が出る方がいいっていうふうに思っちゃっていいんですか。まあそうですね、大きくてサスティーンのある長い音が出るものがいいと思っていただいて大丈夫です。サスティーンっていうのはその一回弾いて例えばジャーンっていう音が途切れずに長く響くっていうことですか。はい、そうですね。エレキギターの中でも、はい、例えば流行り廃りだったりとかっていうものっていうのはあるものなんですか。ありますね。レスポールとストラトキャスターって、うん、これが、まあ、エレキギターの元祖なんですけど、うん、まあ、50〜60年代、70年代ぐらいまではもう圧倒的なシェアを占めてたんですね。私がギター始めたのが84年ぐらいなんですけども、その頃は一番ストラトキャスターとギブソンレスポールが人気なくて。あ、人気はなかった。なくて、要するに発売されて30年ぐらい経って、はい、一番ダサいものという感覚を持ってたんです私なんか、高校生の時に。なんかもうギブそもずっと一番上なのかと思ってました。あんな古臭いギターで、当時は変形ギターとかがまあどんどん出てきて、ヘビーメタルが流行ったりして、尖ったギターとかフライング V とか、あ、なんかそういうのが出てきて、そっちの方がよっぽどかっこよくて、まだあんな古臭いギター使ってんのかよっていう時代もあるにはあったんですよ。まあ、それが80年代から90年代頭にかけて、でまた見直されてきて、今はその2周ぐらい回ってまた伝統的なギターが人気あるような状態ですね。でもやっぱりギターのそのブランドとしては、はい、そのギブソンだったりとか、はい、フェンダー、ま、この辺は聞いたことあるんですけれども、はい、他新しい例えば会社だったりとか、はい、あと日本のそのエレキギターのこのブランドだったりあるものなんですか。まあここ10年20年ぐらい頑張ってるのは PRS って聞いたことないですかね。ポール・リード・スミス、ギターちょっと好きな人なら知ってますけど PRS、はい、そういうブランドなんかも結構頑張ってますけど、まあでも結局ギブソン・フェンダーのマーケットに。この PRS っていうのはどこの国のブランド？アメリカですね。あ、これもアメリカなんですね。はい、やっぱりもうアメリカのブランドが一番トップなんですか？そうですね、やっぱ発祥の地ですからね。でもなんでこの2大ブランドっていうのは、はい、そこまでずっと変わらずに人気がこう保てるものなんですか？まあ、そのジミヘン、エリック・クラプトン、ジミー・ペイジ、ジェフ・ベック全員レスポールとストラトも使ってますから、でめちゃくちゃ世界的なヒット曲をバンバン出したのが60年代、もうその時のそのビジュアルイメージっていうのはもう全員もこの今の中年以上の人たちの脳裏にもう焼き付いて離れないんですよね。その人たちが持ってるストラトやレスポールっていうのが私も含めてもうどうやってもそれを違うギターに差し替えることができないんで、いろいろお話を聞かせていただいて、はい、例えばこうエレキギターを始めてみようと思った時に、はい、こう初心者におすすめのギターっていうのはどんなものがあるんでしょうか。はい、この質問はもう楽器屋さんやってるともうほぼ毎日受けるんですけどもそうですよね、我々質問返しになっちゃうんですけども、どんな音楽やりたいですかとか、どんなギタリストが好きですか、ミュージシャンが好きですかっていうのを必ず聞くんですけども、その人の向かっていくどういう導きをしてあげるべきかをまず確認してからおすすめするものを決めてます。ちなみにご予算のイメージはどれぐらいなんですか？相場がわからないですけど、でもまあ買うとしたら2〜3万ぐらいかな。で好きなミュージシャンはあったりですか？好きなミュージシャンはその軽音のアズニャンが好きなんですけれども、はい、あ、イメージ通りです、ね、あ、本当ですか？なんか喜んでいいのやら、どうやら、はい、危うい感じがしてましたか？やめてくださいよなんかそこから入るとしたら、はい、こうおすすめのこうギターみたいなのってあるんですか？まずアズニャンの使ってるのはフェンダーのムスタングというモデル、マスタングとも言いますけど、うん、ムスタングはフェンダーではスチューデントモデルなんて言われてて、ストラトキャスターの少しそれこそ当時は廉価版と言われてたものなんですね、うん、サイズも少し小さくて、はい、ボディも小さくて軽い楽器、女性が使うにはもうもってこいなんですけども、なのでそういう扱いで当時は発売された楽器なんですけども、うん、チャーさんってご存知ですか？あ、知ってます、ギタリストのチャーさんですよね、はい、チャーさんがムスタングを使ったもんでものすごい日本で人気が出ちゃって、日本とアメリカのマーケットがまるっきり違う時期がしばらく続いたんですよね。あ、日本ではムスタングはもうみんな男性が欲しがって、アメリカでは所詮スチューデントモデルだろうって言われた時期があったんです。2000年初頭ぐらいまではずっと、なので商売的にもアメリカに買いに行くと安く買えて日本で高く売れるなんていう楽器ビジネスをやってる人もいましたね。今はそれっていうのはまた変わってきたんですか？もういわゆるチャーさんが大好きな人の数がまあ昔より減ったのかもしれないし、ムスタングそのものもヴィンテージとして価値が上がってきてるので内外価格差はなくなってきましたけど。なるほど。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。時は 2000X 年、日本は最先端の技術を融合しあるマシンを発明した。準備よし、起動。パパ安心しろ、パパが操縦する、ちゃんと捕まってろよ。発進、アウトランダー PHEV。 今日のターゲットはこの山か。
なかなかハードだ。こうなったらスポーツモードオン。パパここまで楽だと気持ちいいな。パパ安心しろ、無事にお前を家に返してやる。回生ブレーキオン、エネルギーチャージ。パパパパ静かにして。あ、はい。アウトランダー PHEV は電気で走る車、せっかく静かな走りを手に入れたんだから自然の音を楽しもうよ。あ、すいません。加速性と静粛性が進化した電気で駆ける SUV 三菱アウトランダー PHEV。 ミッション、上質な走りを実現せよ、静粛性を向上せよ、環境性能を向上させろ、デリカらしさを継承せよ、そして進化せろ。不可能を超えていく車を私たちはデリカと呼んでいる。三菱ニューデリカ D5 誕生。ガレージに戻ったわ。ただいま。おお、いい感じの演奏が聞こえる。みんなストップ。あ、マリアさん、新一さん、お帰りなさい。あんたたち、ドブロックの森さんの指導のおかげで少しは上達したみたいね。オッケーオッケー、みんな筋はいいですよ。ここまでできるようになったらこの私がドラムを叩いてあげるわ。じゃあ曲は何にしますか？ザ・ナックのマイシャローナよ。はい。すごい。さすがはマリアさん。あれ、マリアさん、いきなり演奏止めてどうしました？地下で何か振動がしたわ。え、私は何も感じませんでしたが。私の体感センサーは人間の1万倍なのよ。地下で何かが動いたわ。行ってみましょう。はい。博士の眉に亀裂が入ってる。きっとこれから変態を遂げた成虫の姿で出てくるのよ。どんな生き物になって登場するんだろう。ムカデみたいだったら嫌だな。昆虫と同じなら出てくるとき肛門からかなりの量の液体を排出するので気をつけてください。汚っ。というわけで間もなく成虫となった博士が登場すると思います。ご期待ください。ほらカオル、今のうちに山猫冒険団からの告知をしておかないと。ですね。番組ホームページにメッセージをお寄せくださった方の中から抽選で毎週4名様に私たちが着ている山猫冒険団特製トレーナーを差し上げます。色は赤か青、サイズは M か L、 希望の色とサイズを明記してください。トレーナーのプレゼントは今週が最後よ。博士が突然こんなことになっちゃって戸惑っている僕たちに励ましのメッセージをください。お待ちしてます。僕にもそのトレーナー1枚もらえませんか？うわ、森さんいたの？三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブ・ユア・アンビション三菱自動車がお送りしました。